皆さんこんにちは、さゆさこころです。今日はもうすっかり寒くなったのでゴルフウェアの秋冬を見にやってきました。今日お邪魔しているのは大丸東京店さんです。ここはね、11階のゴルフウェアのショップになるんですけれども、もうすっかり店内秋冬に変わったということで、お買い物を楽しみたいと思います。でちょっと男性も女性も一つずつコーディネートを紹介していきたいと思います。早速ね、ちょっとバッと店内を見て歩きたいと思います。お願いします。やっぱりあのパーリーゲイツはすごくこう華やかですね。パッと見も秋冬なのに暗くない、私服でもいけそうな感じですね、色合いが。これパーリーだけどマスターバニーですね。マスターバニーのマークがパーリーの中でも違うブランドです。色合いが可愛いですね。こういうモスグリーン的な秋冬にいい感じの色合いが、あ、もうなんかこの辺はもうパーリーゲッツって感じですね。チェック柄とかパーリーゲッツって感じですね。おキャロウェイ、今年はなんかですかね、ちょっとパリとかをイメージしたエッフェル塔がこちらこちら。この靴がね履きやすいって人気なんですよ。なんかここが包まれてるからなんか締まっていく感じがすごい、ホールド感があって履きやすいってこの間聞きました。最近私が好きなちょっとプリーツが入ってるスカートが最近可愛いなと思います。可愛い、ムーミンとニョロ像、違うな、ニョロニョロ前よりもなんかロゴとかが大きくなってる。30周年なんです。あ、そうなんですか。なのでここが30って、あ、本当だ、30周年、すごい長いブランドですね。グリーンもね結構ね、秋はね芝がね茶色くなってくるから結構おすすめ。なんかかわいい。え、メンズが完売しちゃったんですか。へえー、男性でもムーミンが大人気、すごい。ムーミンかわいい、たくさんムーミンがあります。この辺すごくないですか、もう赤白青、野球っぽいの、なんか野球っぽくない。なんかこれとかもちょっとカープ女子とかおすすめです。結構この間あの雑誌の撮影でこれとか着てて可愛かったです。結構いろんなブランドとコラボしてて、パンツはこことリーとコラボしてる。はい、マンシングウェア、明るい色が多いですね。マンシングウェア結構チェック推しですね。チェック推し、赤チェック推し、ブリティッシュ系どうですか、これいいですね。チェックは結構秋な感じ、こういう緑チェック。このワンピースめっちゃ可愛いんだよ。バイカラーになってて動きやすくて生地もすごく伸びるし、1枚で何もコーディネートしなくても可愛い。ストン、この秋だなって感じですね。すごいすごい生地これ、なんか面白い、タオルみたい、なんかちょっと新しくない、スポーツ感。ジュンロペ派手だよ、あのスカートとか。これ結構ね好きな人は好きだと思う、すごく。はい、まあ、こんな風にざっくり店舗をバーって回ったんですけど、男女一コーデずつ選んで、その中からなんと一アイテムずつを皆さんプレゼントしたいと思います。はい、でまずそのコーディネートをね私が考えたいと思いますので、ガチで選んでいきたいと思います。まあ、秋っぽい色がねいいなと思うんですよね。秋なんで、男性ってこっちの色もあるんですか。 あります。お、ちょっとこの色いいかも。お、ちょっとこれ好きかも私。これこっちの色は
こんな感じですね。ちょっとね、ちょっと寂しくなっちゃうから、はい、はい、1個決まりました。男性のニット、これでいきます。 L サイズでいきます、今回。ストライプって、あ、なんか長袖がある。人気のシリーズですね。あ、やっぱなんか落ち着くね。お、いいかも。あ、これ多分合うと思う。結構好きなんだけど、全部キャロウィーになっちゃった。やばい、すごい可愛くない、このコーディネート。なんか男の人のピンクって可愛くないですか。私の中、私かな、結構好きです、男の人のピンク。やばいよ、これミックスさせたいんだけど、ミックスさせたいんだけどな。ピンポン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 。青み好きだな。これで行こうかな。すごい青みがこのグレーにすごく合うので、せっかくなのでね、試着してもらった方が皆さんイメージが湧くと思うので、二階堂プロに試着してもらうことになりました。で、二階堂プロはこの日曜日だけ、はい、11階のゴルフ売り場のショップでレッスンもされてるんですよね。はい、ワンポイントレッスン。ワンポイントレッスン、はい、1人何分くらいとか。20分、はい、それは予約制とか。そうですね。じゃあ予約をして皆さんぜひワンポイントレッスン聞きに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、私が悩んでるんですが、はい、普段ピンクとか着られますか。あ、着ます。そうなんですね。結構ね、ピンクがいいなと思って売り場を回って、はい、それ何なの、ぜひ試着よろしくお願いします。はい、似合う、めちゃ似合いますね、ピンク。このぐらいのピンクは全然やっぱ抵抗ないですか。ゴルフ場では全然。全然、はい、すごい似合いますね。ありがとうございます。結構普段ベストとか着られます。ベスト着ないです。着ないですか。まあ、でも男性ね、結構ね、もうバンみたいな感じですね。そうですね。結構暑がりですし、ね、動き出す、はい、そうです。でもすごくこの時期は朝はね、ひんやりするんで、あ、行く時なんかいいですね。行く時とかあってもいいかな、はい。すごい、どうですか、パンツとかの履き方。すごく履きやすいです。おお、これが今全身キャロウィーになっておりますが、さっき選んだちょっとブルーのね、方のパンツに一回チェンジしてもらって、はい、どっちが似合うか見てみたいと思います。なんかおしゃれ感もあって華やかさもあって、うん、あれでうまかったらなんかこう、なんてギャップも感じれそうな感じですね。全然違います。今度はまたかっこいい感じで、パンツ変えるだけでだいぶ変わりますね。違いますね。ちょっとピチッとした感じ。そうですね。で、ストレッチが効いてる感じです。動きやすいですか。動きやすいです、ピチッとしてる割には。おお、はい、普段のゴルフでは どういった形のパンツが多いんですか。意外とこの2つみたいな、あ、はい、ピシッとしたのが多いですね。結構ゆるっとしたのはあんまり履かない感じですか。そうですね、生地も最近は。で、ストレッチが効いてるのが多いですね。全然イメージが変わるパンツだけで、どっちの意見がいいと思いますか。ゴルフ場で着てもらいたい、はい、あのピンクのはいいですね、パンツ、はい。じゃあもうプロの意見を今日は大事にしていきたいと思います。じゃあ今回はキャロウィーのですね、このピンクのパンツを視聴者1名の方にプレゼントします。で、サイズはですね、 L サイズ、これを1名の方にプレゼントします。では女性編に参りたいと思います。女子編、秋といえば純六の店員さんがあのスカートを履いてる。スカート可愛いんだよね、あのスカート。ただちょっとこっちの方に、お料理の、この辺のパーカーとか可愛いよ。
愛くない？確保します。これをお借りします。黄色がいいなと思うんだよね。じゃーん。結構いいと思う。どう？か。この辺の形も可愛い。これ何でも合うね。やっぱさ、タレに引きたくなるよね。これの下、中を探そうじゃん。なんかこれもなんか可愛くない？これレディース？違いそうだな。レディースない。ない。残念。すごい可愛いよこれでも。ゆったり着れる方は女子これいけると思う。これ可愛いじゃん。結構もうがっつり秋冬になっちゃうけど、このグレーも合いそう。これだけでもいけるし、脱いでも可愛い。黄色がすごく女性は可愛い。いいんじゃない？そう。なんか私あれだね。今月はカラーパンツがすごく好きみたい。今年の秋冬は。じゃあこれにしましょう。決定しました。スカーフあるね。はい。いい感じ。黄色い。すごく。脱いでも可愛い。ボアがこれで後ろのデザイン、このボアも可愛いし。で、まあ寒いんでね最近は。朝晩冷えるんで、こういうので着て、寒い時はこうやってしっかり上を着て、バッチリ。バッチリじゃない？てか黄色いパンツのシルエットも。純緑のシルエットもフラミンゴがついてる。可愛いです。さあどれをプレゼントしようか悩むな。何でも合うこのパーカーかな。全部ついてる。でもちょっと正直この中のね、これもすごく着心地よくて可愛くて、本当に1枚あると秋は便利だなと思いました。どっちがいいでしょう皆さん。羽織物は多分、ただこれね、冬大活躍すると思うんですよ。では今回はマンシングウェアのこのパーカーをね、皆さんにプレゼントします。ゾイのこれが欲しい方、お店に来てください。私これ結構一押しだった。結構一押し、なんか飲むけど結構一押しなんで、皆さんぜひ秋冬物見に来てください。はい、皆さん秋冬のお買い物どうでしたか。今回たくさんお見せしましたけれども、ぜひまだまだお店にはたくさん新商品が入ってきていますので、ぜひ大丸東京店に足を運んでみてください。コーディネートもたくさん飾ってあります。今回はあの応募フォームが概要欄にありますので、そちらのアンケートで答えていただきまして、で男性1名の方ピンクのパンツで、女性1名の方このこちらプレゼントしたいと思いますので、たくさんのご応募お待ちしています。バイバーイ。 YouTube のこれ小さくなってYouTube のチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。ここです。